コスタンティノ・ロッカはイタリア・ベルガモ出身のプロゴルファーである。イタリア人のプロゴルファーとして唯一ライダーカップのヨーロッパ選抜チーム代表選手に選ばれた経験を持つ当地最大の選手である。ゴルフのメジャー大会でも2度優勝を争いに加わったが、1995年の全英オープンと1997年のマスターズで優勝を逃した。ヨーロピアンツアーで 通算5勝を挙げ、ライダーカップには1993年、1995年、1997年の3度、出場した。身長175センチメートル、体重87キログラム。ロッカは少年時代から、故郷のベルガモゴルフクラブでキャディを務め、22歳の時にイタリアンキャディ選手権で優勝した後、24歳でプロゴルファーになった。 ゴルファーとしての生活資金を得るために、ポリスチレンはこの製造工場で働いた時期もある。ヨーロピアンツアーのクオリファイングスクールを4度受けた後、1989年から欧州ツアーに本格参戦を開始した。1993年にヨーロッパツアーで年間2勝を挙げ、イタリア人のプロゴルファーとして初めてライダーカップのヨーロッパ選抜チーム代表選手に、 選出された。1995年に名門セントンルーズの R&A ゴルフクラブで行われた全英オープンで、ロッカは最終18番ホールでチップショットを決め、ジョン・デイリーと6アンダーパーで並んだが、プレーオフでデイリーに敗れて、ゴルフの聖地に名前を残す機会を逸してしまう。この年は2度目のライダーカップ出場を果たし、ツアーの賞金ランキングも、 自己最高の4位につけた。1997年のマスターズで第3ラウンドを終えた時、コスタンティのロッカは6アンダーで2位につけたが、首位を独走していた21歳のタイガー・ウッズとは9打差をつけられていた。4月13日の最終ラウンドで、ロッカは若きウッズを追い詰めることができず、結局この日のラウンドは75とスコアを崩して5位に終わった。しかし、 5ヶ月後のライダーカップ最終日のシングルスマッチ第3試合でロッカとウッズが再び顔を合わせたとき、ロッカはウッズに 4&2 で勝ち、ヨーロッパ選抜チームの勝利に貢献した。1999年のウエストオブアイルランドゴルフクラシックでヨーロッパゴルフツアー5勝目を挙げたが、ライダーカップ出場は惜しいところで逃した。この大会が現時点で、 ロッカの最後のツアー優勝になっている。2007年からはヨーロッパのシニアゴルフツアーに転戦を開始した。イタリアにはプロゴルファーは非常に少なく、ロッカは長い間孤高の存在のような選手であった。しかし2005年の全米アマチュア選手権で大会史上初めてイタリア人選手のエドワルド・モリナリが優勝を果たすなど、少しずつ彼の舞い足が育ちつつある。 ヨーロピアンツアープレイオフ、記録オールインイタリーエクセプトウェアのテッド。ありがとうございます。